こんにちは、さなきちです。今日は杉並区の荻窪というところに髪の毛を切りに来ています。それで整体に行ってきた帰りなのね。今整体行ってそれで来たんだけど、めちゃくちゃ顔が今ひどいのよ本当にもうここのね、こっちがあるじゃない。それと顔も見えるかな。とてもね、今調子悪いの。ほらほらね、かゆそうでしょ。で、整体の先生には言われたことは、小麦と油の反応が出てるねっていうふうに言われて、それで、腸と肝臓がちょっと弱ってるっていうので、だから梅雨明けの梅雨の時期の湿気で内臓が弱ってるところに、まあこの夏の暑さとそういう食べ物で、まあ、私の場合はね、やらかすと途端に腸と肝臓が働きが弱くなるっていうようなことと私は理解しました。落ち着くまで静かに待つしかないって言われて、まあ私もそうするしかないって思ってたから、もう本当納得だったんだけど、それでね、先生に言われたのはね、山芋とセロリとニラと梅干し食べてっていう風に言われて、いつもはねセロリ以外はよく言われてたんだけど、いや今の佐奈吉さんにはセロリって出ましたっていう風に言われて、今日帰り早速セロリを買って帰ろうと思っています。荻窪のルミネでサマーサモスモス入ってるんだけど、そこで洋服がセールになっていたので、久しぶりに古着じゃなくて洋服をね買いました。 30% オフと 60% オフがあって、それで2点以上買うとさらに 20% オフっていうので4点買ってね、8点いくらだったかな。もう普段買い物しないんだけど、まあ今年は大学の授業も頑張ったし、今いろいろ忙しいけど頑張ってやってるから買いました。で、髪の毛はもうここのおでひのところでパカって割れちゃってるんだけど、もう痒くて痒くて、もう今全部バシッて髪の毛止めてる状態なんだけど、すごくね短くしてもらおうと思っています。ほら顔つらそうでしょ、本当に痒くて。まあでも今触るとガサガサっていう感じで固まってきてるから、まああと1週間かな、1週間か10日ぐらいかな、静かに過ぎ去るのを待とうと思います。はい、それでは美容院の近くに来たので、また後ほど切った後報告します。じゃあね。はい、髪の毛を切きました。ものすごく短くしました。で、前髪も短くしてっていう風に頼んで、それで後ろはね、見えるかな、こんな感じ。そう、気に入ってます。もうおでこがすごい痒いから、眉毛のあたりとかね、だから短くしてもらって、もうやっぱり短い方が自分らしいなって思います。でね、顔ねすごい痒いんだけど、まあやっぱり髪の毛がつく面積が減ったっていうか、短くなったから、だからとても楽です。もうほんと、はい、こんな感じ。これが等身大の私の顔です。はい、じゃあ今日はこの後自然食品店で少し買い物をして、もう一回ルミネ見に行っちゃおうかな、セール。はい、で、私のチャンネルでは最近あんまりアップできてないんだけど、自分らしく生きたいなって思ってる人の参考になるような動画をアップしています。なのでもしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。さなきちでした。バイバーイ。